まるんでーす。はーい。今回はですね、サムネとタイトルにもある通り、アイズワンの幻想童話の世界観メイクをやっていこうと思います。イエイ！今パックしててね、うまく喋れないんですけど、お始まりがこんな感じで申し訳ないです。実は今日ピアスとかネックレスも用意してるんですけど、ちょっとネックレスをどうしようか迷ってて、とりあえずネックレスつけときます。今回はもうあの腕とかこういうなんだろう、この辺にもうドクターエリシアの肌が白くなるやつを塗ってます。そしたらパックを外していきます。あー、ちょっと最近ね本当に食べ過ぎて顔がまん丸なんですけど、これからアイドルになる予定なのにこんな顔まん丸でいいんかって感じなんですけど、まあいいでしょう。シホエンターテイメント所属、シホルンです。よろしくお願いします。あのね、最近コスメもいろいろ買ったんですよ。新作があるので紹介していきます。待って、どこいたやろ、下地がない。まあいいや、クッションファンデだけでやっていきます。こちら最近買いました、エチュードハウスのダブルラスティングクッショングローのニュートラルバニラでございます。これほんまに9月、今月出たばっかりのやつで、出て次の日に買いに行ったんですよ。すごいラッキーですねお客さんとか言われて買ったんですけど、めっちゃよくて、これが9月のお気に入り紹介とかで、これのいいところをね皆さんにご紹介しますね。今紹介したらねキリがないので、できたら次にパウダーをやっていきます。パウダーなんですけど、また久しぶりに買いました。こちらイースフリーのノーセバムミネラルパウダーでございます。昔高1の時かな使ってたんですけど、なくなってまた買うのがめんどくさくって持ってなかったんですよ。だけどちょっと久しぶりに使おうと思って今回買いました。あ、久しぶりこの匂い。適当に小鼻の周りとかボボボボボってやってきます。ほんまにこれ有能なので、夏もう終わるけどなんか汗かいて前髪が終わる人とかいるじゃないですか。もうそれは私なんですけど、終わる人にマジでおすすめですこれそしたら眉毛を描いていきます。私がいつも苦手なやつです。眉毛難しいな。アイドルの眉毛ってめっちゃ綺麗ですよね。こんな喋ってたら編集が大変になるんだから喋るのやめなさい。わかりました。やばいな、なんかヤンキーみたい。あ、ごめんなさい、アイブロウ紹介するの忘れてた。これはキャンメイクのパウダリーブローペンシル01番です。そしたら次にこちら UrGram のアイブロウパウダーでございます。これをブラシでこのなんだろう、ここね、空欄のところをねぼかして塗っていきます。次にこちら、これはジスミンヘビーローテーションカラーリングアイブロウ04番ナチュラルブラウンでございます。この眉マスカラで黒色の眉毛を茶色にしていきます。マジでこの眉毛の色だけで一気に垢抜けるから本当におすすめですこれ。はい、こんな感じでございます。なんかここ細いな。そしたらいつもマニキュアと勘違いされる UrGram のアイブロウコート、これを使って眉毛が消えないようにね塗っていきます。眉マスカラの上からやるのどうなんかなって思いながら毎日これを塗ってます。幻想童話の世界観メイクはずっとやりたいなと思ってて、放送とかミュージックビデオとかめっちゃ見て、そのメイクとかいろいろ見てたんですけど何にもつかめなかったまあやけど今日はちょっといろいろ見ながらね頑張ってやっていこうと思います。そしたら次にアイブロウをやっていきます。アイブロウじゃないなこれはシェーディングをやっていきます。トゥースクールフォースクールのアートクラスバイロダンでございます。アイドルのみんなは本当に顔がちっちゃいので少しでもね消えるように削っていきますシェーディングの入れ方が私が悪いんか分からんけど、今までこうやって削る削るとか言いながらやってきたけどさ、あんまさその顔ちっちゃく見えるなって実感したことはないっていうなんでやってんだよって感じなんだけど、皆さん忘れないでください、鼻にも入れることを。鼻筋に入れるだけでマジで鼻変わるのでおすすめです。次にアイメイクに移るんですけど、アイメイクに移る前にカラコンを入れていきます。今回はこちら買いました。円柱、あ、こっちじゃない、どっちにしよう、違いと思いますか。あ、こっちにしよう。アイズワンの宮脇さくらちゃんがねプロデュースしてるこちら、そうだね、アイズワンをやるということで今回こちらを使っていきます。モラクの桜ペタルでございます。多分これ1回ワンデーのやつで使ったことあるんですけど、今回はワンマンスを買いました。はい、こんな感じでつきました。こうピンク色があってくにゃ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 って柄が入ってるって感じですね。というわけで今日はアイズワンになっていきます。はい、そしたらまず最初にこちら新しく買いました。ずっとクリオのアイシャドウパレットが欲しくって、めっちゃ説得力ある YouTuber さんがこれご了承してたので買っちゃいました。こちらクリオのプロアイパレット07番ピーチグローブでございます。アイメイクの色をねどうしようかちょっと迷ってて、アイズワンを見てるんですけど、もうみんな可愛いから、なんか全然なんかアイシャドウもなんか人それぞれって感じで、そこまで派手すぎないって感じですね。いやけど私の顔ってすっごいなんかもうみたいな顔なので、なるべく華やかになるように明るい色をね入れていこうと思います。とりあえずじゃあこの濃いやつで攻めていこうと思います。これはね画面だとちょっと茶色っぽく見えるんですけど、深みのある赤って感じがしますね。目の際にねしっかり塗っていきます。こんな感じで塗れました。そしたら次にここ、このザックザクのラメを涙袋に塗っていこうと思います。
めっちゃ綺麗に入る。かわいい。あ、綿棒で塗っております。かわいい、キラキラしてる。そしたらこちら、このなんか茶色っぽい色で、茶色っぽいやつで目の際の方をね、グイ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 やっていこうと思います。オッケー、オッケー、こんな感じでできました。めっちゃ可愛いんだけど。そしたらですね、次に涙袋を描いていこうと思います。ユアグラムのアイブロウパウダー、これを使って影を描きます。とりあえず薄めにこうやって描くんですけど、はい、こんな感じで描けたら、ケイトのダブルラインエキスパート LB の1番極薄ブラウン、これで影をもう一回描いていきます。これはあのアイブロウよりしっかりつくので、こんな感じでめっちゃ綺麗に影が描けます。綿棒で軽くぼかします。アイラインをやっていこうと思うんですけど、それもメンバーごとに違うって感じなんですけど、まあいつも通りスッて引いていきます。実は結構長めが好きです。はい、こんな感じで引けました。そしたらラメをね、すっごいみんな入れてて、丸じゃなくて星で申し訳ないんですけど、ラメが皆さんついてるので、私もラメをつけていこうと思います。こちら月まのりなんですけど、月まのりをアイラインの、さっきホリカホリカのラメをここに塗ったのでちょっとキラキラしてるんですけど、ここのアイラインか、アイラインの一番最後の際のところに塗っといて、乾いたら星のパーツみたいなのをつけようと思います。で、同じようにこっちもしていきます。大きいラメは除いて、こちらのホリカホリカのアイスパングリッター05番のミラーボールパーツ、これをこの辺にパパパパ塗っていきます。キラキラしてて可愛いので、目頭が乾いたので貼っていきます。こんな感じです。あ、結構可愛いんじゃない？可愛くなかったらどうしよう。ま、私の中では可愛いので OK。 こっち側もやっていきます。これを乾かしてる間にちょっとチークをね塗りたいんですけど、ちょっとチークどうしようかなと思って、最近はこちらのダイソーの ETG アイシャドウっていう、このオレンジ色を使ってたんですけど、オレンジよりピンクがいいなと思ったので、キャンメイクのパウダーチークス PW38 番と PW36 番、これを持ってきました。どっちにしようかなと思って、これは結構濃いめにピンク色がつく感じで紫なんですけど、これは結構ねピンクって感じで、どっちがいいのかなと思ってます。はい、こんな感じでこっち側もつきました。一応星です。じゃあこちらのキャンメイクのパウダーチークス PW38 番、これを塗っていきます。横に入れていきます。あ、結構濃いめかも。 OK、 こんな感じで結構濃いめに入れちゃいました。まあいっか、こんな濃く入れることも中学生以来だと思う。そしたら次にまつげをやっていきます。これはマジでどのアイドルを見ても絶対そうなんですけど、もうギュインなんですよ。眉毛じゃない、まつげが。私も今回アイドルみたいにギュインにしていきます。多分初めてなんですけど、マスカラ下地っていうのね買いました。ペリペラのインクセッティングマスカラピクサーピクサー、あ、フィクサーだったフィクサーっていう下地なんですけど、マジでこれがよくって、これをね塗ると本当に落ちないの。これの凄さもまた他の動画で語るので、ちょっとお待ちください。マジで天才だから。そしたらちょっと下まつげもちょっとだけ塗っていきます。ちょっと乾かして、フェズのモテマスカラマイクロでございます。もうこれはずっと使ってるの一緒なんですけど、繊維が入っててすっごいちっちゃいので塗りやすいです。このマスカラを塗っていきます、上から。次にこちら、ウム&とネオンムーンっていうのかな、これがコラボしたやつなんですけど、グレスティングウォーターティント05番のローズスプラッシュっていうやつです。これめっちゃ可愛くって、見ただけで可愛いと思って買っちゃいました。最近リップを塗ったらちょっとマットっぽい感じになるリップをね塗ることが多かったんですけど、これはね本当に私が最近求めてた色で、なんかみずみずしいんですよ。マジで可愛い。涙袋の方にもこのラメを入れていきます。こんな感じでできたのではないでしょうか。イエーイ。前髪がねなかったり髪の毛結んでたりするのでちょっと違和感があるんですけど、これから直していこうと思います。やっていきます。で、ハイライト入れるの忘れてた。ハイライトはいつも使ってる VT フィットオンスティック01番ハイライターです。上がった鼻の下とこの鼻のチョンチョンチョンのところと T ゾーンですね。そしたら髪の毛ちゃんとやっていきます。おー、イエーイこんな感じでできました。実はですね、最初バイルンルンバイバイこんな感じで下ろしてたんですね。だけどなんかおかしいなと思ってて、ハーフツインしようと思って、ハーフツインやったら意外と漏れたのでハーフツインにしました。幻想童話ってハーフツインのイメージ全然ないからちょっとおかしいんですけど、
それはごめんなさい私には巻いたまま下ろすのがちょっと今似合わないなと思ったので、はい、今回はハーフツインでやってしまいました。ごめんなさい。意外とうまくいったんじゃないかなと思います。結構なんか小物に頼ってる感じするんですけどはい、まあ楽しかったです。イエーイ。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。スワンスワンスワン。